私の名前はパニコ、29歳の会社員です。夫の翼とは3年前に結婚し仲良く暮らしています。私たちに子供はいません。私が妊娠しにくい体みたい。その上調べてみたらどうやら翼も男性不妊らしくてね。でも二人っきりでも平気、ラブラブカップルなんです。翼とは共通の趣味があって、いつも二人で盛り上がってるんですよ。近所に住む義両親も私のことをとても可愛がってくれて、よく夕食をご馳走になったり一緒に出かけたりといい関係です。幸せいっぱいの私ですが、実は一つだけ気がかりなことが。それは翼の二つ上のお姉さんの美咲さん。バツイチの美咲さんは離婚後5歳の娘ゆいちゃんを連れて義実家へ出戻り、そのまま義実家に居座って仕事もせずに毎日だらだらと過ごしているようなんですよね。パニコさんはいいわね。子供もいないし共働きで好きなだけお金も使えるのよね。私なんて子供も小さくて働きにも出られないし、元夫もろくでなしだったし、ああ私ってほんと不幸だわ。それはそれは、なんていうか、大変ですね。毎回こんな調子で美咲さんはやたらと不幸せアピールしてくるんです。翼からは家事も全くせずに遊び歩いて金遣いも荒すぎたから旦那に捨てられたって聞いてるんですけどね。大したゆうちゃんを可愛がってる風でもなく、親権を取ったのも養育費目当てじゃないかって翼は言ってたけど、どう考えてもろくでなしは美咲さんでは。その気になれば義両親にゆいちゃんを預けて働けると思うんですけど。でまあそんなこと本人には言えませんが、この前もこんなことを言ってたんですよ。男の子だったらジャニーズ、女の子だったらアイドルグループに入れて稼いでもらうはずだったのに、ゆいったら美人の私に似ないで元旦那にそっくり。ほんと嫌になっちゃうわ。私ったら子供にも恵まれなくて、ほんと不幸せだわ。おいおい。まあ確かに美咲さんはそこそこ整った顔立ちではありますが、ゆいちゃんだって十分可愛いし、つか子供に稼がせるのはおかしいでしょうが。まあ全てがこんな調子で自分勝手なドキュン女なんです。おまけに最近しょっちゅう我が家に来て勝手にゆいちゃんを置いて出かけちゃうの。ねえパニコさん、今日もゆいのことよろしくね。週末の夕方、連絡もなしでやってきた美咲さんは玄関先にゆいちゃんを置いてさっさと出かけようとしています。年を取った義父母がゆいちゃんの面倒を見るのが大変なのはわかるのですが、毎回うちに連れてくるのもね。いいですけど。ほらゆいよかったね。パニコさんに遊んでもらいなさいな。収入もないのに毎週出かけていくんですもの。やっぱり養育費の使い込みは本当なのかなって思っちゃいます。ゆいちゃんを放って遊んでばかりなのを見かねて義両親が叱っても、どこ吹く風で全然言うことなんか聞かないんですって。姉さんは昔から好き勝手ばっかりで両親も手を焼いていたんだよ。やっと結婚したと思ったらあっという間に戻ってきたし。どこの家庭にも問題の一つや二つはあるし、部外者の私が口を挟むべきではないのでしょうが、いつも置いていかれるゆいちゃんがかわいそうで、私はつい言葉が出ちゃいました。美咲さん、先週もゆいちゃんお留守番だったし、たまには週末一緒に過ごしてあげたら。するとこの一言に美咲さんの態度が表変。はあ、幸せなパニコさんにはバツイチの私の気持ちなんてわからないでしょ。私はゆいの新しいパパを見つけるために毎週末合コンで忙しいのよ。ゆいの面倒ぐらい見てよ。般若みたいな顔で怒鳴られちゃいました。怖てか毎週出かけるのって合コンだったんだ。すみませんでした。あまりの勢いに謝ってしまいましたが、これってどうなの。騒ぎを聞きつけた翼が玄関に出てきました。姉さん、いい加減にしなよ。少しは母親らしくゆいと過ごしてやれよ。何よ、翼まで私のことを責めて。ひどい、ひどすぎるわ。美咲さん、今度は派手に泣き始めちゃいました。ごめん、ちょっと言い過ぎたかな。焦った翼が謝ると、いいのよ、分かれば。
許してあげるから。それじゃあゆいのことよろしく。で、全然反省してないし、私たちが悪権取られている間にさっさといなくなっちゃいましたよ。きっと今夜も夜通し遊んで帰宅は明日遅くになるでしょう。ったく、ごめんなパニコ。姉さん昔から気に入らないことがあるとヒステリー起こして全然人の話聞かないし、ほんと自分勝手なんだよ。翼もまともだし、義両親はあんなにいい人たちなのに、なんで義士だけあんなドキュンなのかしら。それにしても毎週末合コンって、絶対にユイちゃんのためじゃなくて自分が楽しいだけでしょ。それまで黙って私たちのやりとりを聞いていたユイちゃんが口を開きました。ごめんねパニコちゃん、うちのママスーパードキュンで。ユイちゃん、あの母親のことは思えないしっかりした子なんですよ。そんなことないよ。いいのよパニコちゃん、あんな人かばうことないって。私はパニコちゃんといた方が楽しいもん。あら、そう？でも寂しくない？そう聞く私にユイちゃんはきっぱりと言いました。全然、ユイパパの方が好きだったし、ママの連れてくる男の人は変な人ばっかり、趣味悪いよ。ママなんていなくて平気よ。そうなんだ。そっか、わかった。それじゃあ今日は何して遊ぼうか。パニコちゃんのワンちゃんと遊んでいい？モフモフちゃん大好き。うん、いいわよ、今連れてくるわね。実は私と翼は無類の犬好き。二人の共通の趣味は犬なんです。一緒に暮らし始めたら絶対に犬を飼おうと決めていて、今は念願が叶って可愛い愛犬と同居しています。ノーライフノードック。できることならば家中を犬まみれにして犬に埋もれて暮らしたい。でも美咲さんは犬が苦手みたいで、犬のいる家の中まで入ってこないんですよ。その影響か、最初のうちは犬を怖がっていたゆいちゃんですが、今ではすっかり我が家の犬に夢中。夜も犬と一緒に仲良く寝てるんですよ。かわいい。数ヶ月後、合コンが功を奏したのか、美咲さんは再婚相手をゲット。すぐに2度目の結婚式を挙げることになり、我が家に報告しに来ました。ちょうどその日は翼が仕事で留守、私一人で美咲さんを迎えたんですけど。今度の旦那は年収3000万円超えだし、住んでるのもたわまんよ。やっと理想のダーリング見つかったわ。美咲さん、すっかりはしゃいでます。おめでとうございます。よかったですね。ダーリンたら、私に夢中で、新婚旅行はどこでも行きたいところに連れてってあげるよって言うから、モルディブの極上リゾートに行くことにしたのよ。へえ、そうなんだ。何はともあれ、これで遊びやめるならよかったよかった。いいですね、南国リゾート。ゆいちゃんも楽しく過ごせそうですね。ところが私の言葉に美咲さんたら、あ、ゆい新婚旅行に子供なんか連れてくわけないでしょ。せっかくダーリンとゆっくり過ごすのに。それはないでしょう。そうだ、いいこと考えた。私式の準備とかで忙しいからさ、パニコさん、しばらくゆいを預かってよ。平日は両親が面倒を見てくれるから大丈夫よ。ちょっとこの人何言ってるの。結婚式まであと数ヶ月あるんですけど。ダーリンが毎日私に会いたいって言うから、子供がいたらめんどくさいし、私もしばらくダーリンと二人きりで過ごしたいし。私が呆れて何も言えないでいるのに気づかず、美咲さんはますます暴走。あ、そうだ、またまたいいこと考えた。今日の私冴えてる。ユイ、その犬と交換して。ユイ置いてっから、その代わりにその犬ちょうだいよ。美咲さんは私が抱いている犬を指さして言いました。はあ？私は突然の展開にポカーンです。なんでうちの犬を？っていうか、美咲さん犬嫌いでしたよね。犬は苦手なんだけど、結婚式でリングドッグさせるから流行ってるし、やってみたいのよね。リングドッグですか。指輪交換の時、新郎新婦の愛犬がバージンロードを歩いて二人の元にリングを届けるっていうやつですよね。つか、この子は美咲さんの愛犬じゃないでしょうが。
いや、それはちょっと、この子を人に渡すなんて無理ですよ。私が断ると美咲さんの態度が豹変。いや、デジャブ。どうしてよ、リングドッグぐらいやってよ。あんた義理の妹でしょ。でもこの子は大勢の人がいるところとかは。はあ、犬ぐらい貸せ。ケチケチすんな、このおかっぱ頭が。また般若出たよ。ヒステリーを起こした美咲さん、どうにもこうにも収まらず、私は仕方なく承諾することに。でもさすがに犬を連れて行かれるのだけは阻止しました。わかりました、何があっても知りませんよ。では犬は当日連れて行きますので。私の言葉に美咲さんは満足げ、いつものようにゆいちゃんを置いて帰って行きました。はあ、はまた行っちゃった。何が通りんだか、アホくさ。ほんと、目の前しか見えない無能で自分勝手なんだから。パニコちゃん、いつもごめんね。いえいえ。出ました、ゆいちゃんのドライ発言。あんな女に夢中なんて、どうせろくな男じゃないわね。こっちからあんな使えない大人たちと一緒に新婚旅行なんて行きたくねえし、こっちから願い下げ。どうせ今度も長続きしないんじゃないの。ひー、今時の子供ってこうなの。とりあえず幸せそうだからいいんじゃないかな。私の方がタジタジだわ。その日の夜、帰宅した翼に私は昼間の出来事を報告しました。あいつ、ゆいちゃんのこと置いていったの。で、うちの犬を連れてくって。さすがに翼も呆れています。そうなのよ、ゆいちゃんを預かるのは構わないんだけど、あまりに母親の自覚がないというか、ゆいちゃんがかわいそうすぎるわよ。私はリビングで犬と戯れてるゆいちゃんを見てため息をつきました。それにリングドッグって、うちの子にそんなのできるのかしら。結婚式って3ヶ月後だっけ。あの人、犬のこととか全然分かってないから無茶言うよな。その通りです。美咲さんは分かっていないようですが、訓練だって大変だし、ましてや相手は飼い主ではなく見知らぬ人。失敗の予感しかないんですけど。そこで私、ひらめいちゃいました。ちょっと美咲さんにお仕置きしちゃおっと。ね、どうせ失敗するならちょっといたずらしちゃおうか。美咲さんも少しは反省するようにね。相談すると翼もノリノリ。それいいね、きっと少しは自分勝手を反省してくれるよ。こうして私たちは身勝手な美咲さんへの反撃を決意したのです。結婚式当日、私と翼は愛犬とゆいちゃんを連れて式場に到着。早速美咲さんに挨拶に行きました。美咲さん、今日はおめでとうございます。ありがとう。早速だけど、リングドッグは連れてきてくれたわよね。この子ですよ。傍らの犬を指さす私。私が連れてきた犬を見て、美咲さんは目が点に。ちょっと、何それ。私はあの犬を連れてきてって言ったはずよ。この子、あの時の犬ですけど、我が家の愛犬、ニューファンドランド犬のトリスタン・コンスタンチノビチ4世です。ニューファンドランド犬は成犬になると 60kg を超える大型犬です。あの時美咲さんが見たのはまだ子犬のトリスタンだったんですよね。この子はまだ子供なんで40キロくらい。でもやっぱりリングドッグは難しいかなと思って親犬を連れてきました。イシシ。そこへ登場したのは60キロ超えの大型犬を連れた翼。セバスチャン・コンスタンチノビチ3世です。どうしても大型犬が欲しかった私と翼、ブリーダーを探してようやく見つけたのがセバスチャンでした。最近子犬が生まれたとのことで、トリスタンも迎え入れたんですよね。クマ？だから犬だっつーの。この子たちのモフモフのバフバフ感がたまらないんですよね。セバスチャンはとっても利口だから、リングドッグに最適ですよ。ほらセバスチャン、挨拶しなさいな。私が呼びかけると、セバスチャンは喜んでウェディングドレス姿の美咲さんの元へ向かいました。犬ですよ。こう見えてすごくおとなしいから大丈夫ですよ。パニクる美咲さんに構わず、
セバスチャンは嬉しそうに近寄っていきます。ドスンドスンって足音立てながらね。もう可愛いったらないんだから。いつも一緒に遊んでるゆいちゃんと同じ匂いがするからかな。ちょっとパニコさん、リングドッグはもういいから。無理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 。必死に逃げ回るミサキさん。ねえ、こんなに可愛いのにな。ミサキさんを懲らしめることができて、私も翼も大満足。さてと、そろそろ勘弁してあげるかな。そう思ってセバスチャンを呼び戻そうとしたら、セバスチャン、トリスタン、ゴー。ユイちゃんが大きな声で犬たちに命令を。号令を聞いた2匹はユイちゃんの指さしたミサキさんめがけてまっしぐら。ユイちゃん、最近犬たちと部屋にこもって何かやってると思ってたけど、まさかのトレーニングだったの。2匹は楽しそうに美咲さんの周りをぐるぐると回っています。室内に響き渡る美咲さんの絶叫。ママなんか大っ嫌い。新しいパパなんていらないもん。ゆいはパニコちゃんの家にいた方が楽しいもん。ゆいちゃん、やっぱり美咲さんのことを怒ってたんだね。ゆい、あんたやめさせなさい。このクソガキ、こんなことしてタダで済むと思うなよ。こら、パニコもぼーっと突っ立ってないでなんとかしろや。このおかっぱ聞こえてんの。あらあら、美咲さんたら。周りの人、美咲さんの態度にドン引きです。その中には騒ぎを聞きつけてやってきた新郎の姿も。お前、そんな下品な言葉遣い。その犬たちお前の犬なんだろ。お前今可愛い犬たちを蹴ろうとしてた。子供って今は元旦那と一緒に住んでるんじゃないの。どういうこと。おやおや、いろいろと嘘をついていたみたいですね。いや、子供のことなんてすっかり忘れてて、式が終わってから元旦那に押し付けようと。やば。ふーん、そうなんだ。デートが忙しくてゆいちゃんのことなんか忘れてたってわけね。母親失格、人間失格、最低女め。冗談じゃない。こんな嘘つき女とは結婚できないな。結婚式はキャンセルだ。騙しやがって、絶対に許さない。覚悟しとけ。そんな。美咲さん、新郎に泣いてすがっていましたが、全ては後の祭り。化けの皮が剥がれて婚約破棄、結婚式はキャンセルに。予想外の結末でしたが、因果応報、自業自得じゃ。ざまあ。美咲さん、どうしても流行りのリングドッグをやりたかったみたい。新郎には私可愛い犬飼ってるから連れてくるねって言ってたらしいけど、いやいや、飼い犬相手にあの絶叫はないでしょう。その後、美咲さんは結婚式や新婚旅行のキャンセル料やら賠償金やらを請求されて借金まみれに。とうとう義両親と翼にも見放されて絶縁。実家を放り出されて、今は借金返済のために住み込みでヤバい工場に勤めて、朝から晩まで働いてるようです。そして残されたゆいちゃんは私たち夫婦が引き取って育てることにしました。だってゆいちゃん、私たちといた方が楽しいって言ってくれたんですもん。今は3人と2匹で楽しい犬生活を満喫しています。セバスチャンもトリスタンも大好き。小学生になったらセバスチャンに乗って学校行くんだ。それはいいわね。2匹もゆいちゃんのことが大好きだしね。うん。でもね、私が一番好きなのはパニコちゃんと翼くんだよ。そんな、嬉しくて涙が出ちゃう。パニコママ、翼パパ、これからもよろしくお願いいたします。ママ、もうママったら泣き虫なんだから。セバスチャンたちが心配そうに見てるよ。本当だ、パニコの泣き虫め。もう、そういう翼だって涙目じゃん。ゆい、こちらこそよろしくね。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。